この世の真実が明らかになる瞬間、私が立ち会わなければならない。それがそんなに大事か。人類の勝利より進む。あ、Legends never die when the world is calling you。 エルヴィン、お前の判断を信じる。 I'm screaming out your life。 夢を諦めて死んでくれ。 They become a part of you。 俺たちの仲間。 Every time you play far reaching greatness。 今この時、この一戦で人類存続の全てがかかっている。人類に捧げよう。私には夢があります。子供の頃からの夢です。自分のために戦っている。世界の真相に、グリシャ・イエーガーが残した地下室。総員整列。これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。今だ。撃て。我々は互いに望んでいる。ここで決着をつけようと。周囲を見渡せ。人類と巨人ども撃つ。そうやって仲間を騙し、街中でそんな作戦を決行すれば、人類のために心臓を捧げると。なぜだ、なぜそんなことができた。エルヴィン、この悪夢め、また俺たちをおとりにするつもりか。人類の勝利のためだ。叫ぶ。貴様は反撃者だ。自分の魂、築き上げた屍の山の上に私は立っている。ならば人生には意味がないのか。いや違う。あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。あの勇敢な使者、哀れな使者、思うことができるのは聖者である我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一、この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を戦え。エルヴィンに使う。人類を救うのはエルヴィン団長だ。黙ってて。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのは、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。巨人を滅ぼすことができるのは悪魔だ。何も捨てることができない人に何も変えることはできないだろう。何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。それだけじゃないよ。海だ。みんな何かの奴隷だった。ここで確実にベルトルトをエルヴィンに食わせる。こいつは悪魔になるしかなかった。それを望んだのは俺たちだ。その上、一度は地獄から解放されたこいつを再び地獄に呼び戻そうとした。だがもう休ませてやらねえと。リヴァイ、ありがとう。先生、カメロスと人類がいない。